はい、YouTube! 皆さんこんにちは、アニマルランドにようこそ。今日はですね、この、いつも使ってるロードに、これをつけてみようと思います。これね。これは何かというと、ちょっとビニールから出して、じゃん！はい。リアディレイラー、アルテグラ。はい。アルテグラのリアディレイラーです。これをね、今、この STI レバー、見えるかな？これ。これ、クラリス。で、今、この、ディレイラーはクラリス。こういうクラリスのセットになってます。で、両方いっぺんに変えるんではなくて、こっちだけ、リアディレイラーだけ変更してみようと思います。そんなことして使えるのかどうか。はい。ではやってみましょう。まずはね、このね、ディレイラー取り外していかないといけないんで、外していきます。いつものように、すぐ黒、ケバケバになるグローブつけていきます。グンテね。はい。ほんとケバケバなんですよ、これ。はい、外れました。はい、ではですね、せっかくなんでそれぞれのディレイラー比較してみようかなと思います。アルテグラとクラリス。はい、なんかねちょっと雰囲気が、まあそれぞれね、アームがこっちについていてこう伸びるわけですけどね。はい、クラリスの方がちょっと硬いかな、こうやってみた感じ。ではね、まずはね、例によって重さ測ってみましょう。はい、クラリスから。255。はい、ではアルテグラ198。重さ違うんですね。57キロ。違います。あ、違う。57グラム。キロじゃないね。57キロって言ったらすごい重さだよね。そんなバイクもないし。57グラム。違います。はい。まあね、ディレイラーっていうか、ここのね、プーリーがアルミに変え、プーリーの部分をアルミに変えている。で、まあ、セラミックに変えているにもかかわらず。と言っても、どっちが重いんだろう。わかんないけど。まあ、とりあえず、アルテグラにすることによって、60グラム近く軽くなります。じゃあね、次なんですけど、このディレイラーに、クラリスのチェーンが使えるか、要は発足のチェーンが使えるかどうかっていう、の、この、発足のチェーンの切れ端で試してみます。まずね、ここ、すんなり通るかどうかって話ですわ。あ、全然問題ないな。ここ通して干渉するようだとまずいんですよね。横にガリガリ当たるとか。ないですね、それは。あ、大丈夫ですね。当たらないです。このまま使えます。じゃあ、このままね、つけてみてどうなるのことやら、やってみようと思います。じゃあ取り付けます。はい、ではですね、ここに、取り付けていこうと思います。いつものようにグリスをつけていきます。こっちね、ここのところにペタペタっと、はい、ここにつけていきますよ。で、こちらにも。はい。はい。では、ここをはめていきますね。
はい、はまりました。一応トルクレンチ使っておきましょうか。アルミ部品なんでね、そんなに、高荷重はかけられないですが、じゃあ7でした。はいはい、これで締めました。はい、ではですね、このまま、チェーン入れていきます。どちら、こうか。ミッシングリンクくん、ここはねちょっと手外します。グローブを片方、はい、回転させます。あ、今合ってないんだね、全然回っていかないですねちょっと待って、合ってないのか。よしよし、はい、ここまでミッシングリンクをここまで持ってきました。はい、ここまでね。そしたらまたブレーキをかけた状態で、せーの、ガン。もうはまったかな。はまりましたね。ケーブルの方をどんどんはめていきます。はい、はめる位置はこっちですね。こんな感じなんだね。あ、そうですね。はい、じゃあちょっと針目にしてちょっとはめます。どうしようかな。あまりにもずれすぎてる感があるんだけど、もうちょっと引っ張った状態で入れようかな。ちょっとね、今あんまりにもこっち、背側の方に動きすぎているんで、ちょっと背側の方のネジでちょっと向こう側に移動させておきます。両側に少し移動させておきます。多分この辺、この辺にしといて、で貼っていきます。貼った状態で、止めます。はい、止めました。一応これでね、ちょっと調整をしていこうかなと思います。はい、一つ上げた状態にします。上がりました。で、これでぐーっと回していくと、はい、変な音がし始めました。で、カチャンと上がります。はい、だいたいこの上がってしまう場所を覚えておいて、これぐらいでいいかな。あ、
ちょっと思ったのが、このスペーサーいらないのかな、こういう場合。ちょっと外してみましょう。はい、これで今標準仕様の状態です。じゃあこれでちょっとやってみましょう。あ、やっぱそうですね。なるほど。はい、うまくいきました。はい、できました、できました。これで、アルテグラで発足のスプロケ。で、ね、このスプロケは、通常の、1128がついてます。なんで、ここの、エクステンションはつける必要ないですね。はい、こんな感じで、調整してみました。はい。うん、動きの方も大丈夫ですね、これなら。よし。はい、いかがでしたでしょうか。今回ね、STI レバーを、クライスで発足ね。で、こちらのスプロケ発足 11-28T をつけてますの状態で、さらに、このディレラはアルテグラに変更するという、クラリスからねアルテグラに変更するっていうのを、試してみました。いかがでしたでしょうか。ね、できるんだなっていうのを、感じました。まあ実際ね、ディレイラー自体はこれ無段階変速。段がないんで、これを STI レバーが段をつけてくれてるんで、まあ STI レバーが発足だと、こちらのね、ワイヤーの動きも発足になるんで、アルテグラがちゃんと発足ように動いてくれるっていう感じみたいですね。ただね、調整は、クラリスでやってる時よりもちょっとシビアになります。はい。そこだけはね、ちょっと注意してください。かなりシビアになるんで、この、ベストな状態に持っていくのはちょっと、クラリスでやってた時よりもちょっと時間がかかりました。はい、そんな感じですね。はい、これでねしばらく走ってみようかなと思います。はい、今回の動画ね、面白かったな、参考になったなって方、ぜひグッドマークの方よろしくお願いします。チャンネル登録まだの方、ぜひよろしくお願いします。ではバイバーイ。アニマルランドでは他にもいろんな動画、こんなの、いやこんなの配信してます。ぜひ見てくださいねー。